はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はですね、キングプロテアを入れたちょっとね、かっこいいシック系の花束の作り方を皆さんに紹介したいと思います。ではね、早速いってみましょう。どうぞ。はい、まずは花材紹介からいきます。はい、こちらキングプロテアです。リューカデンドロです。オリエンタルリリーです。これブルーニアですね、ブルーニア。バラのアベニールです。コニカルブラックです。こちらはユーカリですね。はい、ドラセナのハワイアンフラグです。はい、ではね、早速いってみます。まずね、花束なんで花材の準備をしていきますね。このようにオリエンタルリリーのとりあえず葉っぱとかがもしゃもしゃついてるじゃないですか。こういうのはその花作る花束にもよってどのぐらいね葉っぱを残すか変わってきますけど、今回作る花束だとちょっとね、まあ、ブーケ風なんだけど少しアップダウンがあるような感じで仕上げていきたいので、まあ、このくらいの葉っぱの量に仕上げていきます。はい、次にね、このリューカデンドロですね。リューカデンドロも下の方の葉っぱを、まあ、少しこう取って、このまんまね、このまんま使う人もいるんですけど、どうしてもこれやぼったくなるんで、やっぱり下の方は取っといた方がいいですね。使う長さぐらいこう持って、少しここに間が空くぐらいは葉っぱを取った方がいいです。続きましてバラですね。バラもこれね、こう葉っぱついてますけど、このくらいは葉っぱを取って、まあ今回は、まあ、頭だけ使う場合は全部葉っぱ取ってしまうんですけど、少しこのくらいの長さを使うので少し葉っぱを取っておくような感じにしておきます。はい、次にこのドラセナですね。これはちょっとこう葉っぱがやっぱりよれてるの分かります？これってよれてるっていうか、こうか形がね変形しちゃうんですよ。本来ドラセナってね、土から生えてる時ってこんな風に葉っぱがね、なんか折れ曲がったりっていうか、くしゃってなったりしてないんですよね。でもこれってやっぱり出荷の段階でそういう風になった癖がついてしまったものなので、まあこうやって少しね、形をね整えておいてあげてください。最初にね、あなたは特にね、これをやるかやらないかでかなり出来栄えが変わってきます。でね、これはまあ少し下の方の葉っぱがこのように間引いてですね、上で使う葉っぱと下で使う葉っぱに分けておきます。はい、では作っていきます。まずね、この長いドラセナを持ちますね。そしたらユリですね、ユリ系、こう一番上の方の部分をね、まず作っていきます。こうですね、ここでね、ちょっと短く、さっき短くしたドラセナをね、少しここに入れていきます。この下場にね、下のところにね。そしたらここでキングプロテアをね入れます。でキングプロテアがまあこう入れた時にこのユリと重ならないようにね、少し段差をつけてますね、ここでね、このようにね。はい、そしたらここでね、ブルーニアを入れます。まあ少しこう、まあ、今回はオールランドというよりはワンサイドで作っていくので、こう正面から見た時にね、素敵に花が見えるような形にしていきます。こうですね、でリューカデンドロを入れますね。今度は今ね、ここのプロディアのこの上の部分を作ってたんで、この下の部分を作っていきますよ。そうするときに、まあ、こうやってやるとぐちゃっとこうプロディアにくっついちゃうじゃないですか。だからこうくっつかないように、少しここでやっぱりね、ドラセナの短くした葉物を入れていきます。はい、で万が一そのくっついちゃいそうだったら、ここを刃先を持って、刃先をこう丸めて持ち込むとここに空間ができるので、こういう風にする手法もあります。はい、コニカルブラック、
まあ、こういう感じですね。なかなか素敵にできてみましたね。はい、コニカルブラックをまた入れましょう。これコニカルブラックが下の方でフラワークッション代わりになってますね。ちょっと奥の方にこうブラックのスパイスが効いてかっこいいですね。はい、でカデンドロを入れます。コニカルブラックを入れたことによって硫化デンドロがここでくっつかないんですね。ドラティアでくっつかなくできてますね。はい、ここで硫化をもう一本入れます。はい、いいですか。ではここでバラを入れていきましょう。この中ではもう完全にインパクトが弱いね、花材の一つなんで、こう全体をこう、なんだろうな、整えるような感じで入れていきますか。はい、バラが入りました。ユーカリを最後入れていきます。まあ、形が違うものがアウトラインに入ってくることによって少しこうふわっとね、したイメージにもなるし、またユーカリってあの個性的な葉っぱをこのユーカリはしているので、ちょっとかっこいい印象にもなるし、もう一石三鳥ぐらいです。はい、こちらでユーカリを少しね右側流しにしてみました。これでね花束の完成です。ではですね、結束してラッピングに入っていきます。はい、こちらが完成した花束ですね。はい、いいですか。これを今度ラッピングをしていきます。はい、ではねラッピングをしていきます。まずねこの色のペーパーで、包みますね。まあだいたいこう花束のサイズに合わせて、まあこのくらいですかね。このくらいでカットします。まずね今回はこの、まあ、このように平行な頭を平行なね部分を使ってラッピングしていく方法もあるんですけど、今回は少しこう斜めにしてこういう状態で始めていきます。まあこの時ね正方形にしとくと、まあ両側ねあのシンメトリーになるんですけど、逆に僕はねちょっとシンメトリーしなくていい感じがして、もう一枚ペーパー使うんでね、ちょっとこういう感じで持っていきますね。で、ここをホチキスで留めます。で、ここもね、少しこう折り込んだら、ここの部分もホチキスでこのように留めていきますね。はい、いいですか。はい、そしたらねちょっとね今ね下の部分がこう少しこう足りないんですね。ホイールが出ちゃってる部分があるので、ここの部分をもう少しこのペーパーをね使ってこうこのように巻いていきます。ここねそんなに気にしなくていいです。見えなくなってしまうので気にしなくていいんですけど、ちょっとこのホイールが見えてるとね後でやりづらくなるので、ここのところはこのようにまあ大きいペーパーをさっきの大きいペーパーを
なんでしょうね。最初に1枚ペーパー切ったじゃないですか。あのペーパーをね、うんと長く切るとこういうの防げるんですけど、そうするとね、ちょっとね、端材が結構出るんですよ。だから扱わないね、あの余分な部分が出ちゃうんで、少しね、足りない部分は、あのこう2枚ペーパーを重ねるときはね、足りない部分はこのように継ぎ足ししてあげても全然かっこよく仕上がるんで、そのようにしてやってください。でこれで内側のペーパーができました。いいですか。じゃあ今度このメッシュペーパーですね、メッシュペーパーをこのように使って、でここでこう折ってね、今回ちょっとかっこよく仕上げたいんで、このようにしていきます。じゃあここもね、あの折り込みのここの部分も今回はホチキスで止めていきます。前ね、あの輪ゴムだけでやろうなんてやった時もありますけど、今回はビシッとちょっとこう決めたいので、ホチキスで止めていきますね。はい、そうするとこういう超かっこいいラッピングで仕上がります。いいですか、これね、かっこいいでしょ。はい、こちらで完成です。いかがですか。花束もラッピングもめっちゃかっこいいでしょ、ほら。これね、今回ね、素敵な男性にね、贈られる花束です。はい。ではね、今日はこちらでこの花束の作り方を終わりにしたいと思います。この動画がいいねと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。See you next time. ありがとうございました。